Hi, it's Lily. こんにちは。今日は普段やってる英語の動画だったり文化の動画ではなく、最近興味があるものについてちょっと動画作りたいなと思いました。それは山菜です。5、6年前ぐらいから自給自足生活にすごく興味があって、できるだけ毎年それに近づこうとしてるんですけど、まあ、このウイルスのこともあり、世界がストップしてしまった場合、私たちは食べ物がなくなるので、その何もない状態で生き残れる力をつけたいんですよ。なので1ヶ月前にこの本買って、勉強してます。食べられる山菜とか毒の山菜とか、大丈夫かな。 Anyway、 準備は OK。 ウサギ飼ってるんですけど、ウサギの餌を毎日取りに行って、まあ見慣れてはいるので、この本の中でもまあ詳しいかな、詳しくはないけどちょっと見慣れてる程度なので、すぐ見つかるといいです。うわっAnyway、 今日風強い。 Anyway、 じゃあ行きましょう。早速見つけました。これ多分ネギみたいなやつ。フキノトウも発見。香りがいいね。超綺麗。これももしかしたら本に出てた山菜な気がする。わかんないけど、とりあえずちょっと取って調べてみよう。後で森に来ました。なんかキノコとかないかなと。なんかちょっとしかやってないんだけど、すごく思わされてるのは自分の知らなさ、自分の知らなさ。こんなに29年生きてきた中、草のこともさ、まあ触れてはいるのに、食べれるのかとか何の役割をしているのかとか、もう全然わかんない感じ。今の世の中はさ、草とか正直どうでもええやん。でも自然って何よりも大事だし、自然がないと息すらできないじゃん。その自然の大切さを今日改めて思わされてる。なんじゃこりゃ。これかな。でもちょっと注意が必要らしいです、食べるのに。アミガサタケ、可愛いけどちょっと悩むね。もうちょっと勉強してから食べようかな。ミツバいっぱい発見。 I'm so happy。 多分思ってるより食べれるもの多いんじゃないかな。すごくなんかもうそういう気がした。今日のちょっとの時間で 3,4 種類ぐらいゲットしたので、これから帰って調べてちょっと作ってみたいと思います。今いろいろ調べたところ、これじゃ遅いみたいですね。なんかもうちょっとギュッとこう、何この葉っぱがこうギュッと包んでるぐらいの時期がよくて、手で開けてあげるっていうのがいいんだけど、まあ同じものだし、まあ食べちゃえって感じです。全部が勉強なので、ちょっと硬いのか分かんないんだけど、とりあえずトライしてみます。できました。とりあえず1個ずつ食べてみます。これは
カラスのエンドウかな。普通に美味しい、ま、天ぷら何でも美味しいんだけど、これは普通に美味しい。なんか変な臭みも全くない、柔らかいし、うまいうまい、嬉しい。あ、ちょっと味きたな、ちょっと臭っぽいけど全然美味しい、普通にいける。次は三つ葉、次は三つ葉に挑戦。美味しい美味しい、いや普通になんかもうちょっとなんか強い味かと思ったけど、全然普通にいけるし、全然なんか変な、緑って感じの味を全然しない、普通に美味しい。天ぷらは何でも美味しいよね。次、フキノトウ、これはね、あんまりちゃんとサクサクにできてないね、油がちょっと油を吸い込んじゃったね。まあいやいや、食べてみます。あ、美味しい。油がやっぱ多分まだ小さい時に揚げた方が油があれしないかもね。あ、これ山菜っぽいね。美味しいけどすごいフィーンって感じ。美味しい。なんかお醤油につけたいね。でも美味しい。ちょっと苦味が強いね。あの取るのが遅かったから、ちょっとその苦味、わあ苦味が強いかな。結構強いな。もうちょっと若いの今度取ってみる。で最後にのぼりえ？違うの。まあこれね、このネギみたいなやつ。これ普通に美味しい。美味しい。玉ねぎほど玉ねぎって感じじゃなくて、すごいでも後からのこの玉ねぎの香りが美味しい。とりあえずこの4種類美味しい。フキノトウだけちょっともうちょっと早い時に取った方がいいかなって思いました。 Anyway、 こんな感じの動画でした。またいろいろこういうちょっとアドベンチャー系のちょっとサバイバル系のもどんどん作っていきたいので、ピッピッピッ、ではまた See you next time!